初めてシータが空から落ちてくるのを受け取るシーン、これですね。これを見たらですね、このかなりこう地味な服を着てます。で、シータがふわっと浮いてて、この後シータが重みを取り戻すからずしっと重くなる、肉体化されるわけですね。で、この時のシータの胸おっぱいというのは、まあ割とツルペタに近い、かなり小さい感じで描かれてます。ほとんど服のシワと言われてもわからないような感じで、あるように見えるけどもないかもわからないというような感じになってるんですね。で、だからといって、じゃあ宮崎駿はそういうのが好きなのかと、そうじゃないんですね。なんとかラピュタに着いたと、やったーって言って抱き合ってゴロ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 って転がってるシーンなんですね。気がついた人もいたんですけども、一番最初にシーターと会った時から ここまで比べたら、もう言い訳がしようがないぐらい胸が大きくなってるんですね。おっぱいが大きくなってくる。で、わずか 2,3 日のことだから、女の子の成長は早いよねではないんですよ。もうこういうふうに書かないと気が済まないんです。この時になると、もうシーターは何でかというと、女であることっていうのを利用し始めてるからです。これは覚えてますか？タイガーモスの中でシータがですね、厨房に行って働かされると、そこにですね、シータを一目見て可愛いと思ったドーラの息子たちが次々と現れて、なんか手伝うことがないって言ってこき使われるというシーンなんですね。じゃあこの時にシータはどう思っているのかなんですよ。そのシータの表情を見せないんですね、宮崎駿。これ普通の今時のアニメだったらどんな風に描くか考えてください。絶対にちゃんと女の子の顔を描いて、表情を描いて、てへぺろみたいに、みんな手伝ってくれるって言うからお願いしちゃった、てへみたいにちゃんと自分の感情を出すかですね、もしくはその本当にそんなことを考えていない天然キャラなんですっていうようなセリフのやり取りとかをさせるんですよ。それがその今時のアニメの作り方なんですけど、そんなのは普通だと、そんなのは当たり前だと、違うだろうと、ここでは後ろ姿しか見せないんだと。で、そうするとこの女の子はもうこの船の中で自分がモテてるの分かってると、だからこそ他の男に次々に仕事を頼むんだと。でもパズーを呼んだりしないだろう、なんでかというと自分が惚れた男だからと。自分の好きな男はこき使わずに、自分を好きになってくれたどうでもいい男はこき使ってっていうのが、これやってることなんですね。この後ろ姿っていうのは明らかに宮崎駿はここで表情を読ませないことで、女ってすごいよねっていうふうなことをドーラのしたたかさはすごく語られるんですけども、じゃあその後に あの子は私みたいになるよっていうふうに言われたですねシータはどんな女の子だったのかっていうのは、それは観客の男の子たちがドキドキして胸焦がして憧れるような存在だから描かない。でも後ろ姿を描くっていう意地悪さを持っているんですね